回のレゴクリエイターなんですけど、どんなポーズをとっても可愛らしいポーズが決まりますので、めちゃくちゃいいと思います。皆さんこんにちは、実装レゴブルーダーひろゆきだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター可愛い犬たちの続きになります。前回の動画でビーグル、プードル、ラブラドールの3匹を作りました。今回の動画はミニチュアシュナウザーとパグに組み替えます。はい、ビーグル、プードル、ラブラドールの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではミニチュアシュナウザーとパグに組み替えます。ミニチュアシュナウザーとパグです。はい、完成しました。前回組み立てたビーグルたちよりかはちょっとだけサイズは小さくなりました。ちなみに組み立てにかかった時間なんですけど、パグは8分で作ったんですけど、ミニチュアシュナウザーは12分かかりました。この2体にはリードと骨のおもちゃがついてくるんですけど、これは前回組み立てたものと全く一緒なので、今回は省略しました。はい、ではまずはこちらのパグから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このレゴクリエイターの犬の中でこのパグが一番小さいです。全体的にベージュがベースになっていて、差し色に黒色とかが使われております。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。パグの頭部って結構黒色とかがあるんですけど、このレゴクリエイターではしっかりと再現されております。ちなみに目のプリントパーツなんですけど、前回の犬のおもちゃの目のプリントパーツになっております。舌を出していますので結構可愛らしいです。首輪はこのようになっていて、胴体はこのようになっています。造形なんですけど、前回のラブラドールとまあちょっと似てるところはあります。続いて足はこのようになっていて、パグといえば足が短いので、これもしっかりと再現されております。ちなみにこのパグなんですけど、尻尾がついておりません。パグの可動範囲はまず頭部がこのようにボールジョイントで回転して、耳がヒンジになってますのでこのように動いて、で足はこのように可動します。可動範囲については前回の犬とほぼ一緒ですね。で、付属のリードをここにつけることで、はい、こんな感じで散歩させてるようにすることができます。前回の動画でも言ったんですけど、今回小物がすごい優秀ですよね。はい、パグはこんな感じです。はい、続いてはこちら、ミニアチュアシュナウザーです。大きさについてなんですけど、パグの2倍ぐらいはあって、前回作った犬たちとほぼ一緒のサイズになっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。色分けについてはホワイトとグレーになっていて、首輪周りがブルー系のパーツで色分けされております。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ミニアチュアシュナウザーといえばこの口周りの造形がすごい独特になっているんですけど、これもレゴでしっかりと再現されております。こういうカーブパーツのおかげで本物の犬みたいな造形になっているところがとても素晴らしいと思います。続いて胴体はこのようになっていて、このブラケットパーツで犬の毛並みを再現しているところがとてもいいと思います。尻尾はこのようになっていて、尻尾については2パーツで再現されております。で、このミニアチュアシュナウザーもパグと一緒で、頭部がボールジョイントで回転して、耳がヒンジでこのように動いて、で足がこのように可動します。はい、こんな感じで前回のお座りポーズもしっかり再現することができます。一応パグもこんな感じでお座りポーズを取らせることができます。そしておもちゃの骨と前回組み立てた餌のカップを並べるとこんな感じです。今回のレゴクリエイターなんですけど、どんなポーズをとっても可愛らしいポーズが決まりますので、めちゃくちゃいいと思います。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的になんですけど、ミニフィグサイズとはいかないですね。今回組み立てた2匹の犬がめちゃめちゃでかいです。じゃあちょっと乗せてみたいと思います。まずはパグからです。おー、あ、なんかね、いいかもしれないなんかこうしてみると遊園地とかでよく見かける動物の乗り物ありますよね。なんかあれを思い出します。ちょっとね、シュナウダーにも乗せてみたいと思います。おー、サイズ的に言えばちょっとでっかいかな。サイズをもうちょっと小さくしておけば、まあ、ちょうど良かったのかもしれません。では続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。まずパグについてなんですけど、マリオのキャラクターとかでこういうのいましたよね。じゃちょっと乗せてみたいと思います。よっと、おーおーいいね。こうやって乗せてみると、なんかレゴマリオが、なんかサイズ的にはちょっと小さいかなって思います。逆にシュナウダーに乗せてみると、これね、ちょうどいい。はい。シュナウダーの方がめちゃめちゃちょうどいいですね。
ね。はい、レゴクリエイター可愛い犬たちのミニアチュアシュナウザーとパグはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター可愛い犬たちのパグとミニアチュアシュナウザーに組み替えてレビューしてみました。この2匹の犬も実物に忠実に再現されているところがとても素晴らしいと思いました。僕はこの2匹の犬だったらこちらのパグが好きです。次の動画ではこちらのハスキーとロングヘアダックスフンドに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。